あ、お世話になります。髪を切りたいんですけど。あ、染めたいです。カットと、はいはいはい、すみません、よろしくお願いします。はい、失礼します。はい、ということでどうも、空力です。TS050 ね、ようやく走る部分がね、この間完成しましたけども、今日は塗装編ですね。これをね、塗装していきたいと、思います。まあ何色にするかをね、最初に決めたいかなと思いますので、ちょっと選抜された塗料をね、ダーッと並べていこうかなと思います。はい、ということで今ね、空力が持っているポリカ用のスプレーがこれだけということでございます。今回はですね、 GR ガレージさんで行われるレース、初めてのポリカボディということで、久しぶりにですね、マーブリング塗装したいと思います。詳しくはね、こちらの動画をね、ご覧いただければと思いますけども、まあ非常に誰でも簡単にできるマーブリング塗装にね、チャレンジということでございますけども、やっぱりそこで大事になってくるのは色の配色ですよね。まあこうね、並べてみた時に一番ビビッときたのは、やっぱこれ目立つ蛍光イエローと絶対に外さないガンメタ、この組み合わせビビッときたんですけども、まあ実はまたちょっと後日動画上げますけども、この2色でね、マシン作ったんですよ、全然別のマシンを。だからちょっとね、個人的にはこの組み合わせ絶対間違わない組み合わせなんですけど、ここはちょっと今回は外そうかなとは思っております。ただね、いろいろさ、フロントとかこの蛍光イエローのアンダーガードつけたりでね、 A パーツとかの黄色の透明のやつ入ってますんで、まあやっぱ黄色は入れようかなと、蛍光イエローはね、入れようかなとは思います。ってなるとこれに合う色ですよね、グリーン、蛍光グリーンとか。あー、グリーンはね、考えて遊ぶラボさんがね、ペペさんが今回多分ボディを制作担当されてるんですけど、めちゃめちゃかっこいい緑のボディが出てきたから、ちょっと緑は外そうかな。オレンジ、まあ悪くはないと思うんですけどね。変更パープルグリーン、まあこれもね、色味的にはやっぱ合いますよね。やっぱ蛍光イエローがちょっと明るめの色なんで、まあそれのね、対比色としてちょっと暗めの色というか、対になる色を選ぶと映えやすいかなと思いますけど、何色でマーブリングするかにもよりますよね。黄色1色でマーブリングして、で裏打ちに白がガンメタ入れるとかで、裏からパープル入れるとかっていうのでもだいぶね、印象変わってくると思いますし、これはパープルアルマイト、これ変更じゃないやつですね。まあ悪くないんですよね、紫もね。赤はね、今回結構皆さん赤使ってる率高いんじゃないかなと思います。まあ元々がね、TS050 こういう赤と黒と白をベースとした車種でございますので、まあそう考えると、まあ赤っぽいのも今回はちょっといいかなっていうのは個人的にはね、思ってます。こちらはフロストピンク、まあちょっと半透明のピンクなんで、裏からね、ブライトシルバー塗ってくださいっていう風にね、書いてますね。ピンクもな、赤系だしな、まあいいかなと。まあ青か、これはメタリックブルー。あ、青黄色、バランス的には悪くなさそうですね。青黄色でマーブリングして、そのマーブリングの裏打ちを白とかにしたら爽やかです。いいんじゃないですかこれ。紫良さそうだな。こうか、ものすごいこれ爽やかな感じがするぞ。今回はじゃあこの3色で、行くようにしたいと思います。は
い、ということで準備を進めてきました。ポリカボディはね、皆さんご存知の通りだと思いますけども、中性洗剤でこの裏面をね、洗ってあげると、塗装がね、しやすくなります。こっち側ですよ。塗装していくのは、ポリカは裏面から塗装しますからね。こっち側を洗ってあげてください。ボディの方もね、洗っております。で、塗料をですね、このように、まあ、スプレーを、紙コップの、なんていうの、ヘリに当てて、こうやってシューってね、こうヘリに当ててあげて、液化したものを、準備しました。が、事件です。メタリックブルーを使おうと思ってましたけども、なんとですね、いざプシュプシュしてみたらですね、ほぼなかったということで、急遽、候補に上がっておりました。パープルですね。パープルアルマイト、に緊急参戦していただきました。まあ、パープルアルマイトもちょっとね、少なめなんで、まあ、黄色とこれがね、どういった感じで混ざり合っていくか楽しみでございます。で、もう一個準備したのが、クリアですね。クリア。クリアも、拭きましたけども、スーパークリアの方を、液化しました、今。これと、パープル、蛍光イエローをここに混ぜていきたいと思います。100均で買ったシューズボックス、これに水を入れてます。この水は冷えてる方がいいです。なので氷を入れて冷やしました。で、今ちょうど氷が溶けたんでカメラ回し始めましたけども、氷 2,3 個入れて冷やしてます。で、必ず換気してくださいね、皆さん当たり前やけど換気してください。はい。で、暖房はオフ。はい。暖房がかかってるとうまくできません。で、あとは竹串か爪楊枝があると便利です。じゃあ早速ね、この3色を混ぜ混ぜしていきたいと思います。黄色を右側に入れようか。で、紫を左側に入れようか。いきますよ。おい、あ、なんか水玉っぽくなっちゃったけど、これはこれでみたいな。大丈夫なんだろうか。わあ、大丈夫なんでしょうか。紫がなんかボコボコしてますけど、これはこれにちょっとね、クリアを真ん中らへんに入れてあげましょう。クリアを真ん中に入れて、あ、紫がちょっと紫だいぶ押されてる。紫やーい。で、この竹串を使ってね、こうね、こういい感じに伸ばしたりして混ぜていきます。あー、これちょっと待って、机が斜めってないか、これ。むっちゃ毒々しくなってるけど、クリアが全然混ざんないのか。こっちにいるのか、クリアは。逆に最後に白を入れるんで、この辺に入れた方がいいかも、ワンチャン。で、これね、時間との勝負なんで、なる早でいかないとっていう話がね、確かにありましたね。均等に入れると泡ができるんで、なるべくここのね、泡を抜きながらっていうね、空気を抜きながらっていうイメージです。前から突っ込んだ方がいいと思う。一発勝負です。いきましょう。いきます。入ったー。もうここでポリカにはついてます。どんな感じでついたんだろうね。これ上げると表面にもつくんで、ちょっとね、表情がね、変わります。上げますよ。うわー、大丈夫か。ものすごく汚いで、これをもうね、乾くまでちょっと放置ですね、しばらく。これもですね、大丈夫か、これどっち向きだ。
これもこういう感じでつけました。あげますよ。これ大丈夫か。あーなんか嫌な予感しかしない。あとね、注意事項もう一個ありました。あのビニール手袋してください。はい、つけてから気づいた。皆さん絶対ねビニール手袋した方がいいもう爪やすってるから俺今。じゃあこの後白を裏打ちしてきます。さあということで完全に乾ききりました。どうだろうねぐえぐえって感じです。ぐえって感じですね。こっちもね大丈夫行ってみましょう。どうだ。おお、ん、あ、お、全然違う表情が出てきた。お、結構白い。あれ、これもしかしていけるか。おお、ものすごく微妙。まあ100点満点で言うと45点ぐらいかな。そんな高くないからいかんせん最初のあれを見てたんで、あれに比べるとまだ助かったかなっていう感じはしますけど、ワンチャンこれ黄色一色だけでもよかったかもしれんね。黄色とねクリアだけで、で白を拭いたらまだこうちょっと助かってたかもしれないけども、これ紫が悪さしてる気がするな非常に、ということでね、今回は TS050 をね、塗装してみました。でこれを、ま、使うんであれば当日ねこれにステッカー貼って出場しますけども、もしね2月19日の、レース生配信を見た時にハイパーダッシュ基地マシンがねこの色じゃなかったら、あ、そういうことっすかっていうふうにねみんな察していただければいいかなと、思います。ということで、マーブリング塗装ね、色の配合さえ間違わなければ非常に簡単に誰でも楽しめますのでね、ぜひ皆さんチャレンジしていただければいいかなと思います。さあ当日ハイパーダッシュ基地は何色のマシンで出場するんでしょうか。お楽しみに。